ジェローム・ローズはアメリカのピアノ奏者ロサンゼルスの生まれ15歳の頃からアドルフ・バラーに支持しサンフランシスコ交響楽団の演奏会にも出演したマネス音楽大学とジュリアード音楽院を経てマールボロでレナード・シュアトルドルフ・ゼルキンの各種の訓導を受けた1961年にコンサートアーティスギルドから検証されまたフルブライト奨学金を得て ウィーンに留学した。1981年には、ロンドンで、ロマンティック音楽祭を設立。1986年のワシントン DC での、フランツ・リスト没0百年、1997年のアメリカ議会図書館でのフランツ・シューベルト生誕二百年、およびヨハネス・ブラームス没0百年の催しのそれぞれで、ディレクターを務めた。1999年には、 ニューヨークの国際鍵盤楽器音楽祭を奏し、録音にリストの巡礼の旅、全曲や超絶技巧練習曲集、ピアノ競争曲集、ショパンのピアノソナタ全曲、シューマン作品集など。ジェローム・ローズ・ヤマハ・アーティスト。2018年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月16日閲覧。 アーカイブ2017年7月8日、ウェイバックマシンジェロームローズディスコグス、ハットアーカイブ2016年6月6日、ウェイバックマシンアーカイブ2018年8月25日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。